こんにちは、金魚と遊ぶ .com 山つよです。ルアーマゴチやってきました。東京湾、これからシーズンに入ります。臨場感が出るように頭に GoPro をつけて、皆さんが実際に釣りをしているかのよう楽しんでもらえるように撮影をしてきました。初心者の方やルアーマゴチ初挑戦という方にも見てもらって、リーリングの速度や当たりの出方や取り方などチェックしてもらえたらいいかと思います。マゴチ最強ルアーと言われるルアーの実績もチェックしてみてください。それでは最後までゆっくりご覧ください。うわ、くせえ。食った？お、食った。早い。すげえ。いる？早い。おい。いいね。リリースだな。リリースサイズ。あ、どうした。難しいな。そうだよ、釣れなかったらやばいよ。調子乗ってて。そうだよな、これで最後に。よっしゃー、久々に一頭目来たね。いいね。逆か。なんだ、ちょっとやってみよう。俺もルアーマゴチのやり方はリフト&フォールですね。まあ、このリフト&フォール、ロッドではなくリールで行います。まずはボトムまでルアーを沈めて、着底してからこのように 1,2 回リーディングして、そこからテンションフォールさせて着底という感じ。だいたいね、着底と同時に当たりが出るんですよ。ほら来た、食べ。なったよ。はい。おいいサイズ、いいサイズ。まあまあまあ。あれ。あれ。オッケーです。一球です。やりました。やりましたよ。オッケー、オッケー。食べちゃったよ。やっぱ怖えんだ、一投目は。一匹目は。やりました。おめでとうさんです。そこのなんかあれが、うん、必ずこれが引っかかってる。なんかまた風変わったのが違うところに流れてる。そうなんだ。いいね。お、いいね。お、いい。お。おお、いいじゃん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 。
なあ、な、次はサイズアップ行こう。これいいね。お、お手けど。おー、いいじゃん。お手けど。うん。出てくれ、出てくれ。どうした？あー、あげろ。決めました。連続です。連続でございます。いやー、びっくり。急に来たな、これ来るね。おお。待って、待ってくれよ。待ってくれよ。これはいいね。よいしょ。よいしょ。はい、釣れましたよ。うわ、飲み込んでるな。がっつり飲み込んでます。いい感じです。シーズン初っ端からいいサイズを釣ることができました。そして今回の釣果、なかなかなもんでしょう。タイラバもやったんですよ。ただね、タイはちょっと渋かった。このタイラバは前回ね、動画を作ってるんで、こちらを見ていただければいいかなと。でね、今年はこれからまだまだ、そうだね、タチウオ、あと青物、ジギング、せっかくね、ロットも買ったんで、早くジギングもやりたいなと思っています。ぜひね、チャンネル登録をして、今後の釣りの動画、楽しみにしていてください。金魚と遊ぶ .com、山つよがお送りしました。